さあということで、今日はめちゃくちゃ札幌いい天気です。ちょっと映しましょう。いや爽快ですね。で今日はね、高校の時の、友達と、ちょっと会うことになって、いや久々ですね会うことになって、いやこれ楽しみですね、うん、てかもう最近そういうのしか楽しみがないからな、うん、いや本当何年ぶりかな、結構ぶりなんで、まあ本当にね楽しもうかと思ってます。でね最近ねあのひろゆきが、2チャンネルのひろゆきがあのサードドアっていう本をおすすめしてて、でそれ読んだんですけどめっちゃ良かったですね。なんかその人生には3つのドアがあると。で1つ目のドアは普通にこうみんなが行くような道、例えばこう就職して、幸せに生活するとか、まあ、そういうので、2つ目はその VIP のドアで、これはお金持ちとかが入れる特別なドアで、普通の人はそこにアクセスできない。で3つ目のドアがその自分にしかないドアっていう、その自分自身が、見つけることのできるドアみたいな、まあ、話なんですけど、でそのドアいつでもすぐそばにあるみたいな、ね、いうことを言ってて、あなんか今まさにここからその、ね、こう自分のサードドアを、まあ、見つけていく感じなのかなと、まあ、勝手に思ったんですけど、いやでもねめちゃくちゃ面白い本だった。でその人は何したかっていうと、そのお金持ちの人ってなんでお金持ちなんだろうみたいなことから、どうお金持ち最初どうやってお金持ちになったのかみたいなことを調べていくために、そのビル・ゲイツとかレディー・ガガとかそういう大物にそのインタビューしに行こう、その19歳の時かな、インタビューしに行こうっていうことで、もういろんな人にメールしたりこう行動を起こして、結果そのビル・ゲイツとかレディー・ガガとかそういう、大物に会うことができてインタビューをしたっていう、まあ、サクセスストーリーなんですけど、でまあその人の結論が、その別にお金持ちは別に運が良かっただけじゃなくて、いつもちゃんとこういつでもそうやって幸運のバスに乗れるように、努力をしていたみたいな、まあ、話なんですけど、で結構ねすぐ読めました。2日ぐらいで読めたんで、まあぜひ、おすすめですね。ということで今日はね、動画を撮るような時間があんまないんで、こんな感じで終わろうかと思います。ということでまた明日会いましょう。じゃあ。